はい、では皆さんこんにちは、 MSS プロジェクトでございます、はい、さあ皆さん、自分の舌には自信がございますか？自分の舌？はい、味覚ですね。なんで急に爆笑したの？こっち見てくるからそうそう、お前こういう時にアロマみんなやめろよ。なんでだよ。俺何もおかしくないよ今の。ただそれでこっち見て。そこでもうなんか生まれるんだよ。その何が？そういうことでなんか生まれるんだろう。何が？そういうこと言うからそういうことだ。いやいやいや、俺普通のこと見て、舌には自信ありますかと。味覚ね、うん、ちゃんと言うたじゃん、味覚って。おう、ね、俺はちょっと。頑張れてアロマを見るかこれ。え、そう、そんな、そんちはもう一生見えないよ。例えばやっぱりまあ、おいしんぼとか。おいしんぼ、まあ、もうちょっとディープなとこ行くと、うん、まあ、知らない人が出てきますけど、ラーメン発見伝とか。 あ、はいはい、あの人たちって、うん、例えばラーメンずって食った時に、うん、この野菜はどこどこさんのあれあれとか言うんですよ。あ、確かにね。そんぐらいのやっぱ味覚の良さというのをね、我々見習いたい。ということで、はい、今回はこんなものを用意しました。ダダン！おっ！バーン！まあこちら、野菜ジュースです。野菜ジュース、かぐめさんのよくあるやつですよ。野菜生活みたいなやつ。ヘルシージュースギフト。そう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 。それが詰め合わせになった、野菜ジュースなんですけども、皆さんなら、うん、もう野菜ジュース飲んで、うん、何の野菜が入ってるかすぐ当てれると思うんですよ。余裕ですね。お、さすが。結構いろんな種類入ってるでしょあれ。いや別に何々さんの何々まで言わなくていい。何の野菜が入ってるかだけ当てればいいんですから。何十種類入ってるか。そうそう、全部分かっちゃう。分かっちゃう。なのでちょっと今回、はい、そのクイズを、出していきたいなと思いますので、よろしくお願いします、はい、じゃあ、うん、第1問目になります、はい、こちらですね、野菜生活100オリジナルですね、かごめさんの。はい、こちらちょっとお見せします、ね、どうします、早い者勝ちでどんどん当ててきますか、うん、いいよ。はい、では飲んだ時点からスタートしてください。よーい、ドン。リンゴ。リンゴ、キック1点。オレンジ。オレンジ、よー1点。ニンジン。ニンジン、キック1点。こっからやで。セロリ。セロリ、セロリは1点。あ、マンゴー1点。マンゴー。マンゴーは入ってません。ほうれん草。ほうれん草、お、キックもう1点。グアバ。入ってないです。メロン。入ってないです。スイカ。入ってないです。お前さ、お手つきしたらやっぱあの一旦おやすみ。グレープ。グレープ入ってないです。ちなみに野菜生活100には23種類、とりあえず入ってんの。そうですね、23種類です。モロヘイヤ入ってないです。わかんない。ケール。ケール、あ、ケール入ってる。入ってる。さあもうこっからいいですよ、当てたら2点あげる。おぉ、ちくしょう、ちょっと待って、分かった。フルーツまだあるんですか。フルーツはね、もう1個出てない。3種類のフルーツなんだけども、おリンゴとオレンジは出て、もう1個出てない。マジで。はい、ドラゴンフルーツ。はい、違います。レモンじゃん。あ、ひろゆきさん2点です。やばい。さあ、じゃああと野菜何種類。野菜はね、まだまだ入ってますけども。キャベツ。キャベツは言いました。レタス。だからお前順番に言うなって。アロマさん2点。なんでそんなに入っちゃうの。お手つきだったけども、まあちょっと勢いで2点です。ギー。じゃあ最後、あと1つあったら3点あげる。最後、ネギ入ってないです。玉ねぎ。おお、アロマさん3点ゲット。あれあれじゃないよ。あれでもお手つきしたような気がする。おかしい。連続で、いや連続で言ってたよな今。はい、というわけで結果はこんな感じになりました。どん。現状アロマ6点、エオル4点、チック3点。俺一番ちゃんと当てた。割と俺ミスリー一番少なかったよ。だけど当ててないから。おかしいな。ちなみにあの多分分かんないのピーマン入ってますね。あー、ピーマンとアスパラガス入ってます。あー、やっぱり。うわ、
赤じそとか松菜。赤じそはなんか分かる気がする。やっぱ言った通り。プチベールって何？プチベールってなんだろうね。キッチンペール。ビートとか、うん、あとかぼちゃも一応入ってるんですよ。クレソン、キャベツ、パセリ。まあこんな感じですね。はい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 。でももう大体方向性は大体分かったわ、うん、もう分かった、うん。続いての問題になります、はい、こちら、野菜生活100ベリーサラダでございます。ベリーサラダ、はい、これね、正直言います、ほぼほぼ野菜は同じものが入ってるんで、もう野菜は当てなくていいです。ただし、うん、フルーツがこれ6種類が入ってまして、結構入ってる、はいはいはい、そしてリンゴとレモンはとりあえず入ってます、はい、だからかぶってます。あと4つ、ただそうかぶってない4つを当ててください。なるほど。じゃあ準備よろしいですか。はい、ではどうぞ。これ当てたらもう2点取れる。いちご。ちょっと待ってください。キックン正解。イエス。いちごは、あ、アロマさん正解です。あと2つは難しいですよ。グアバ。違います。マンゴー。違います。メロン。違います。スイカ。お前ふざけんなよ。あいつは規約違反マンなんだよ。ラじゃねえよ。俺なんで俺も入れた今。ですね、ヒントは、うん、もうベリーサラダっておっしゃってますから、そう考えるとノイチゴ。でもね、方向性はそういうこと。俺もそれは思った。意外とね、聞けばあーってなんだけど、うん、出てきはしない。あのなんか真ん中に単位入ってる赤いあれ。あー、わかるよわかるよ。でも俺も今名前出てこない。なんだあれ、名前思い出した方が勝ちだなこれ。これ最後、じゃああと2つうち1つで終わりで3点あげますよ。当てたらね。あいつ名前何よ、わけわかんねえ。すっぽんの血。そう、まあこれだけでそれ連想させる。確かにぽいけど、見た目めっちゃそのまんまぽいけどさ。大ヒント、最後の大ヒントいきますよ。はい、ベリーです。800万ベリールビー。うわー出てこねえ。王さんです。はい、では、答えを言います。ラズベリーとクランベリーです。あラズベリー。でもさ、そもそも厳しいのはさ、思うんだけど、ラズベリーとクランベリー食ってもどっちがどっちか分かんないよな。いやマジで、今ここにバンって出されてさ、これラズベリーですかクランベリーですかって言われても、食ってもいいですって言われても多分分からんと思う。俺が思い出そうとしたら全然違った。違ったんかい。なんかこんぐらいのさ、丸いあの皮ついてて中白くて、ま、な真ん中にでっかい。あ、それはライチだよ。ライチだ。ライチや。ライチ出てこなかったけど入ってないんだな。入ってそう。ベリーや言うとるやん。次の野菜生活も、うん、なんとかサラダなんですけども、うん、名前言っちゃうと分かるんで、うん、さらにリンゴとレモンプラス4種類のフルーツが入ってます、うん、それを当ててください。はい、2点あります、はい、では用意スタート。マンゴー。マンゴー。菊の花だった。イエス。うわ、なんだこれ。まあマンゴー当てれるでしょさすがに。パイナップル。あ、パイナップル。ちょっと待って、パイナップルは、うん、入ってないっす。うそ。はい、バナナ。おお、アロマやる。アロマ2ポイントゲッツ。でもこれマジで柿。あと2種類柿。あと2種類は色でまた色。オレンジのやつなんか言ってね。あと2種類は難しいんで、デココン3ポイントずつあげます。違います。みかん。違います。難しいって言ってんだろ。クランベリー。違います。それさっき覚えたやつだろ。ダメだ、突っ込んでたら俺答えない。ドラゴンフルーツ。いや、もう何か全部で言ってんな。違います。スターフルーツ。ただもうすげえ大ヒントよ。はい、はい、ドラゴンフルーツとスターフルーツは若干近いところにあります。でもう一つは、うん、あ、それはよくあるね。よくある。キウイって思います。キウイ。違います。あ、今やられたと思ったら違ったな。ヤシの実。やっぱ色は違います。黄色なんですか。色は黄色ですかと、はい、お答えしましょう。
黄色じゃないです。あ、違うんだ。特にキックンアロマは、そういう感じで生きてるかなと思います。パッションフルーツ。おーい、なるほどね。大ヒント。それはもうババンときたわ。3点ゲッツです。なるほど。最後の1種類当てることができたらもう5ポイントあげます。ミラクルフルーツ違います。最後の1種類はよく名前は聞くと思います。よく名前は聞く。特にこれ系で。ああ、はい。なんか謎に体にいいのかなと思っちゃうやつ。生姜。あ、違います。浅い。違います。おお、やられたと思った今。最終大ヒント、はい、ババン。ポケモンのキャラの名前になってます。ピカチュウ。違う。やだろ、ピカチュウだったら。ポケモン言えるかなを歌えば、うん、どれ必ず当たる。ギャロップ、ピカチュウ、ガイリュウ、パワーボール。ガイリュウ。ガイリュウ。もう一つヒントを与えるとキックは多分知らないです。なんでやねん。あ、そうだね、ピカチュウしか分かんない。アロマエオは多分知ってるだろう。え、初代じゃないってこと。もう、もう、超、もっと大ヒント教えてやる。人間です。サトシ。サトシ。え、お題か。いや、出てこない、ね。もうワンヒントください。え、もう、超、最終ヒント。最終ヒントで。最初の文字はアです。アサイ。こいつ。これアロマ。アメンボ。アメンボは違います。アロエ。違います。うわ、違うんだ。んだ、あんかけ。誰。いや、ここまで行ってやっぱ出てこないってことはやっぱ意識外のとこにあるんだね。あ、聞けばあーってなる。え、絶対なる。なるでしょ、絶対なる。え、生で食べる、それ実物。生では食べる機会はやっぱない。やっぱそういうジュース系じゃないと。そうですね、なんか実際は多分見たことないっていう人は多い。だんだん分かんなくなってきた。え、硬いですかそれは。どんだけヒント与えればいいの。何も何もつけた。アキネイター。おい、いいよ、当てるまでやってるから。もう4文字や、4文字。それは配信者ですか。4文字や、4文字。え、アイアン。最後の文字とかだったら多分分からんで、ね、はい、言ったのか、うん、ラ、アセロラ。あー、よっしゃー、これかー。まあここまで分かるか。いや、それは一発よ。アセロラかー。でも意識外だったでしょ。いや、全然意識外。そうなんですよ、やっぱ。確かに、ね、あいつ答えで食べたことないな。実際見たことない。実際見たことないよね、うん、あいつ正体よね。よく名前は聞くけど、うん、これなんだよね、おそらくね。あ、そうだね、うん、うん、そんなん 見たことないし。まあ、でも確かにアセロラ健康にいいってよく言う。それは単体で見たことないわ。ね、ないよね。アセロラってまず存在するのか。どこに存在するの。地球上で誰も見てない。本当にあんの、そのアセロラって。というわけで、キックン大逆転勝利です。イエーイ、ありがとうございます。やっぱ俺はもう最強の舌を持ってるから。まあ、あんだけでも言えばあるよ。なんでこっち見てる。いやー、というわけで今回はね、うん、ちょっと野菜ジュースに何が入ってるか当てゲームやってみました。やっぱむずいです。いや、むずい、うん、正直俺もねこれ飲んで全く分からない。マンゴーは当てれるけど。いや、そうそうそう、うん、主成分はなんとなく分かるんだけどね。うん、ちょっと待って、思わぬやつ入ってるもん。だってさ、こんなに甘いのに、うん、うん、どうした、どうした、どうした。まあ、白菜とか。白菜、白菜入ってるし、セロリも入ってるしね。そうだね、うん、もう想像つかないよこんなん。まあね、だから美味しくしてくれてるんですよ、うん、はい。なので皆さんね、野菜が不足しがちな方に野菜ジュースいかがでしょうか。俺らは今日の分野菜取った。